はい、こんばんは。エルダースクロールズオンライン日本語版やっていきます。相変わらずダッサい格好しておりますよ。そんな感じでね、帰宅して寝落ちして変な時間に起きてお風呂入って起動みたいなね、馬の餌やりからねやっていきたいと思います。明日の朝も早いんでね、早めに切り上げると思うんですけど、ビールちびちび飲みながらやっていきたいと思います。はい、馬小屋からですね、とりあえずギルドの方々に話す。はい、じゃあ行きましょうか。ですね、闇魔法27、28、24、結構上がってきてますね。あとね、しばらく攻撃杖使ってたんですけど、まだスキルも振ってないけど、この間からね、回復の杖を持ち出して徐々にね、スキル上げていってる感じです。あと大きな馬や一頭の代わりに小さめの、こっち、あれ、いないな。この辺にいた気がするんだけど、ここだ。親方、ようこそ友よ。はい、 16% ということね、16日以上ねやってるってことなんでしょうけど、とりあえず現状どうですけ、なんだっけ、メモだっけ、日記か、日記のクエストのこれですね、やっていきたいと思います。よし、失礼。ビールうめえ、なんかすごいぞ。この人もすごいな、人じゃねえよみたいなね。はい、行きましょう。あまりね、まだ探索してないんですよね。結構まだね、クリスタルシャート取ってないとこあります。納屋を調べる。しばらくはこれにかかりきりね。とりあえず召喚、召喚。前回パートの終わった後にね、ハービーちゃんちょっと強化しました。なんかめっちゃデカになっちゃいましたね、攻撃特化で。あともう一個の進化の過程が回復してくれるようになるみたいで、まあ現状回復はいらないかなと思ってるんで、まあ攻撃特化に。まあ、込み出したら、忙しくなってきたら、その、ハーピーちゃん召喚しながら、RB を押すと、もうちょっとちゃんとせえみたいなモード発動みたいなね。この状態で敵がいれば、ちょっといつもより強い行動をしてくれるみたいです。なんだ？おう、今いたばっか、さっきいたばっかって感じだよね。人じゃねえかと思わせる疑念のみたいなね。
階段っていうか下になんか行けそうな感じですね。やったわ。私がいなくて寂しかった？私が来るまでに何か面白いことは見つかった？見つかりましたよ。モンホールドの地下を見つけたよ。見た？簡素な農場の地下にしては見事な落とし戸ね。どうすべき？わからないの？扉を開けて、あそこに何かいいものを隠してるに違いないんだから。調べるわよ。 OK。 ドーレスケが警戒中のオーディネーターに手を出せていたとは驚いた。平常時でさえ突破できるものはあまりないのよ。何やると思う？どうでもいい古い木箱しか見つからないといいなとは思うんだけど、でも嫌な予感がする。まだ助けてくれる？私は望んでいることと実際の行動がいつも全然違うのよ。さっさと行って何が起こっているのか確かめましょう。運が良ければ。よし。あとなんかね、メッセージ来ましたね。通知。ほう。ああ、なるほど。なんか実績みたいな感じ。記念品。助手ってなんだよ。ああ、なんかね、DLC じゃなくてクラウンショップで購入できるんですよね。闇の一刀アップグレード解除済み。まあそんな感じでいろいろあるんですけど、まあとりあえず先進みましょう。これ絶対なんかやってますね。行きましょう。降りていきましょう。ウィッチャーシリーズもいいですけど、これも雰囲気いいんだよな。まあ行き止まりな、こっちからね。ちょっとね、上に登れないけど、あーね、でもなんとか頑張ってこっち行ったらなんかすごい素材があったりするんだろうね。まあいいや、先進みましょうと思ったけど、まだこの辺ね、アサイベリーが多いな。よし、やっと来たのね。何にそんなに時間がかかったの？ちょっとね、向こうが調べてたんですよ。ここに何があるのか見ましょうよ。急ぐね。アサイベリーだろ。アイシンスクラス。この裏。葉っぱ、ちょっと蜂蜜って珍しいの入ってるね。よし、行こう。と思ったら召喚効いてるね。改めて、召喚、召喚。これはまずい。パートナーのバロンがいてくれたら何をすべきか分かるのに。いえ、やはりだね。ここに来たのが見つかったら首を絞められる。だからその、この洞窟よ。直接モンホールド地下の下水道につながっているの。まあその一部にね。下水道は思うより広範囲に広がってるから。だからモールボーンが見つからないのね。彼らはこのトンネルを使って誰にも気づかれずに動けるってことよ。トンネルについてよく知ってるようだな。町の地下でコソコソしていた時間が長かったとだけ言っておくわ。下水道を一つ見たら他の下水道にも詳しくなるのよ。なるほど。ここには人々を隠す防護がある。血塗られた手を持つ者を隠すものよ。例えば私のようなね。闇を一等か。モールボーンが再びデードラの結界を起動させる方法を見つけたら、私たちに対して使える隠れた街道を手にされてしまう。ほう。デードラの結界？それは今は関係ないことよ。集中してモールボーンを見つけ、彼らの企みを突き止めてほしいの。それから私の癒やしくも興味深い過去について話しましょう。 OK。 アリット、本当に？そのあたりを探してみて。どこか近くに扉があるはずよ。私は見張っているわ。まあちょっと殺すか。
出したぞ。我が町も我が民も害させはしない。よしか。まあちょっと探索しつつ、うわすごいな、重装かスタミナ。OK、 落ちた。あざっとばっこっとっとっと危ねえ。なんか仕掛けがされてるけど、ここだろうな。考えさせて。扉は開かないの？制御する何かはあるはずよ。ちょっと見てみて。あとあの生物に気をつけて。そいつらはいっぱいあるよね。厄介よ。Yeah。何やら手に入ってるけど、あんまりね手荷物取れないんだよな。ノープ。これはアリットの油。ああ、で燃やすってこと。コーヒー高く売れそうだな。これも処分しようか。結構持ってるな。OK、 なるほどね。もっとアリットの油が必要。あ、もう一個あったのか。ここも気になるな。行きましょう。これで OK。 まだ？いっぱいあったんだ。で、まあ、せっかくだからちょっと他のとこもちょっと同時に。よいしょ、よいしょ。くそ、いけない、いけない。ダッシュジャンプの仕方があれなんだろうけどね。こっち側、上か。うん、と思ったけど何もねえな。あ、あったわ。見にくいんだから。ハーピーちゃんちょっと邪魔だぞ。でこれでいいのかな。
まあ、行けたね。あなたならできると思ってた。中で会いましょう。ナリュウと話す。なんだこれ。結界が発動している。ありえない。私の組織に属する者以外は発動できるはずがない。モールボーンが地下を利用しているのなら町全体が危険よ。何？いいえ、ありえない。分派か何かかもしれない。どう考えればいいのかわからない。我々全員が現在の状況を真剣に考えているわけじゃないけど、モールボーンと手を組む、それは馬鹿げてるわ。他に結界を発動できるのは起動できるのでは。デイドラの技の知識があるものなら誰でもこれを起動できると思う。わかると思うけど、私は魔法の専門家じゃないわ。誰かに警告しないと。バロンはこの話を知るべきよ。何をすれば。最善を尽くして、明日がないかのように武器を振り回して突撃し、魔法を操って、結界を起動させたものを見つけたら捕まえて、下で何が起きてるのか吐かせて。 OK。 やると分かってた。だから聖堂に向かうあなたに会ったのよ。オーディネーターには密告する。あなたの愛する女神に伝言だってするかも。きっと誰かが現れてあなたを助けてくれる。だから私を残して死なないで。いい？結界には水晶占いの魔法からトンネルを守るためにデイドラの魔法が使われている。聞いた話ではトリブナル。やばい。こっち最優先。いっぱいいるな。特に拾うものはないとして、よし行こう。装備、向こうにもいっぱいあるな。この上のチェックしていくか。あらやっと。スタンダウン。まあいいや。こっちも気になるけど、目的地のナビゲーションこっちだもんな。よし行きましょう。そんな肉やないかい。一応こういう素材はあるけどな。ジャスミン、レシピが欲しいんだよね。 OK。 じゃあぐるっと回ってこないといけないって感じか。いいよねこれ、すっごい雰囲気よ。奥に長いよね。特に
こっちにもなんか、あ、外に出れるんだ、こっから。どこに出るのかな。クエスト失敗とかならないよね。こんなとこに、なんか本当になんか闇の一刀じゃないけど、そんな感じだよね。お、ちょっと強めの敵、こいつ倒してまた潜ろうか。あー、なんかちょっと散歩したいけど、クエストちゃんとやりましょう。やっぱ敵もリポップすんのかな。まあいい経験値稼ぎになりますからね。再び召喚、召喚、よし、こっちの方、水がほんときれい。この配信されてるのを確認すると、ちょっとやっぱね、映像の質が落ちてるけど、すごいですよ。よし、行けた。離れて、下がって、攻撃が、あっちに下がって。大胆にもモールボーンの隠れ家に入ってくる。どんな愚か者。待って、お前を知っているわ。来たな。お前の首を槍に刺したとすれば、ラグストリーの僕は肩より高くする。召喚出しろ。召喚強いからな。まだいるんだ。お前ら気合い入れろ。我が町も我が民も害させはしない。ベイドラの魔法の残り が大気に満ちている。禁じられた魔法を使った者はディネーヌジャーキー欲しいな。大きな代償を払うでしょう。勇者よ、あなたにはまた借りができたようですね。あなたの友は私から隠れられると思っているようですが、警戒を促す消費アイテムの、彼女はあなたを心配していますが、コローナは傷を負って、これ食べて魔術師ギルドに連れて行き治療を受けましょう。物資のスパイシーのレシピで、これでジャーキン取れる。 OK、なりました。で、魔術師ギルドに行くってことか。全然話聞いてなかった。あとでちょっと配信もう一回見よう、自分のやつ。ここ行けないとして、ちょっとジャーキン装備してみよう。ですね、あとね、ちょっと武器切り替えて、ちょっと下がるけど毒ダメージがつくし、結構微妙か。あ、強くなるか。
あ、今これだから。え、どういうこと？聞き手？あ、上がるね。しましょう。まあ、近場のこっちから外出て魔術師ギルドに行きましょう。魔術師ギルドってどこだっけ。やっぱストーンフォールの方だよね。あそこの方でクエストが開始したから。いろいろあるな。ここか。まあここに魔術師ギルドがあるってことか。まあ近場だからいいよね。まあナビゲーションに沿って向かえばいいってことだけだから楽でいいよ。あ、ジャーキン装備するんだった。ショルダーもう下がるな。どうだい、リネンのジャーキン。ダセ。終身のやつ着とこ。船長死んでるじゃねえか。ここもなんか問題ありそうですね。クエストマークついてますし。綺麗、花も。ベリーじゃん。かけて、まあいいや。ギルドに行きましょう。スカイシャード。バグってんのかな。まあいいや。こっか。あなたを知っている。下水道にいたわね。助けてくれたでしょ。しっかりとは覚えていないけど、あなたのことは覚えている。数週間前にモーンホールドに来たの。友人を訪ねてね。テルバンニが町にいたと口を滑らせたみたい。だって気づいたら下水道で縛り上げられてたんだから。モールボーンよ。彼らはデイドラの魔法のことでしつこかった。テルバンニ家の者たちはあらゆる種類の魔法の知識で知られている。私が古い結界を再び起動できると思われているのかもしれない。私は彼らの望むようにやった。結局はね。それかあるいは考えたくないけど。うん、地下で何をしてるか知ってるか。知っているのは聞いたことだけ。彼らは何らかの攻撃を計画していると思う。あなたが姿を見せる直前に大集団を送った。
私はすべて聖女様に話した。そうしたらあなたが来るからオーディネーターを探すよう言えと言われたの。ふん。何を信じようと構わない。でも私はこのひどい町に来るまでモールボーンの名を聞いたことがなかった。それに彼らに脅かされるまでトリブナルを裏切るつもりはなかった。オッケー。この中の書物もまた時間があるときゆっくりと調べましょう。ああ、ちょうどいいところに。聖女様からあなたを待つようにと言われていたの。あ、あなたが。その通り。お前が下水道で見つけた厄介者すべての排除はできなかったと聖女様からことづかっている。アルマレクシアはそう考えている。あなたにトリビナルの感謝を伝えるように言われたわ。聖女はまだあなたに働いてもらわないといけないって考えてる。なるほど。もう一つお伝えするわ。聖女様が個人的に話したいそうよ。あなたの到着を待っています。今すぐ聖堂に向かって。聖女は仕えている者たちに全てを話してはくれない。しかし知りうる限り町の中でまだ襲撃は起きていない。うん、まだね。人前ではこの状況について話し合わないように命令されてる。混乱が起きないように。分かったよ。はい、じゃあ今入手した装備ちょっと確認しましょう。うん、間近再生がちょっと下がるし体力下がるけど全然 OK ですよみたいなね。更新です。久々の更新です。ちょっとダサいけどな。よし、行きましょう。まあね、だけど時間が時間なんで今回はこの辺にして終わっときましょうか。ちょうどエラーにもなりましたしね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。